僕たち若手の会はこれまで知能を実現することにフォーカスをして勉強会を開いてきました。これらの勉強会はこれからも続けていきますが、これらの知能が世の中にこれからどのように普及するのか、そして普及するときにどのようなメリット、デメリットが出てくるのかを皆さんと一緒に考えられるような会にしていきたいと思います。